ダイアナイダイアナは低機能で安価なカメラ製品である。オリジナルは1960年代に香港、九流の企業によって製作されたものであり、現在はロモグラフィーによって製造、販売されている。近年ではロモ、ホルガ等と共にトイカメラとして認知されている。シンプルな機構を持つプラスチックケースのボックスカメラである。レンズは プラスチック製で簡素なレンジシャッタースピードの切り替え、機構を備えている。120フィルムを使用し、4.2X4.2cm 半の16枚、取り。巻き上げ機構には、シャッター連動機構がないので、多重録音を行うことが可能である。復刻版となる、ダイアナプラスは蒸気に加え、5.2X5.2cm 版、撮影やレンズを外したピンホール撮影や、 レンズ交換によるワイドレンジ撮影などが可能となっている。もともとは贈呈用や企業プロモーション用の安価なカメラとして企画されたもので、製品品質は安定しておらず、個体差が大きいのが特徴でもある。そのため、撮影画像はロゴやホルガなどと同様にケラレイや光量落ちによるトンネル効果、歪みが生まれ、通常の製品と比較すると著しく品質は劣るが、 時折発生する予測できない撮影効果からアーティストやフォトグラファーたちの指示を受けている。オリジナルオリジナルのダイアナは1960年代初頭に香港、九流の長上ソニカワ交渉で生まれた。当初からシンプルな贈答用カメラとして生産され、そのほとんどがアメリカ、イギリスなどへ輸出された。アメリカではペンシルベニア州ウィローグローブにある 電力販売会社によって輸入され、1台50セントと非常に安価な価格で大型スーパーやディスカウントストア、広告会社などへおろされた。安価かつシンプルで取り回しの良い機構が、それなりに受け、またカーニバルや企業のプロモーション製品、あるいはステッカーを貼り替えて、オリジナルブランド製品として市場へ大量に出回ったが安定しない品質であったため、 フラッシュ付きモデルなどを投入して、手こ入れを図ってはいたものの、より品質に勝る類似したコンセプトのコダック製品などに押され、徐々に市場から姿を消していき、1970年代には生産を終了した。ダイアナは、そのシンプルな構造から、数多くのアシュやクローン製品が生まれた。後に販売されたホルガもダイアナのコンセプトを受け入れていると言われる。 その後長らくオリジナルは絶版状態であったが2007年にロモグラフィーにより当時の姿そのままに多彩な拡張機能を備え使い勝手を向上させた復刻版がダイアナプラスとして発売されている。ありがとうございます。